こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。アマゾンから送られてくるメールで、今回、シドニーフルフメントセンター BWU1 が、クローザー4コントラクション&ニューサースウェルスパブリックホリデーというタイトルのメールが来ていると思います。このメールの内容は、シドニーのフルフメントセンターが10月4日から10月7日まで、パブリックホリデーに備えた拡張工事のために受け入れ業務を停止しますと、ね、4、5、6、7、4日間停止します、まあ、その間受け取りが遅れることがありますというメールです。まあ、受け取りが遅れるのはね、オーストラリアに関しては、まあ、空港の通関が遅くなるとかね、輸送が遅くなるとか、まあ何しよう、3日4日の遅れなんてのは日常茶飯事なんでどうってことないんですけど、まあ本当にね、4日で無事復旧するのかという、心配がちょっとあります。まあ心配ったって、まあ、1週間程度の遅れのはずですけど、でそれよりも、まあ、もっと前向きに考えると、何しろ今の規模じゃ足んないから拡張工事するわけですから、やっぱりね、今ね、売れ行き良くなってるっていうのは割と報告受けてて感じるんですけど、まあ、確実に、利用者増えてるんだなと、購入者増えてるんだなと、ますますパブリックホリデー楽しみだなということなんでね、商品選択、商品探し、関連商品探し、どんどん進めてって、まあ、パブリックホリデー、12月26日、まあ、多分その前にキャンペーンなんかアマゾンやると思いますんでね、まあ、12月入ったらかなり売れ行きは増える可能性が高いです。まあ、それに備えて商品は探していきましょう。それとね、輸送の遅れとか納品受付の遅れってのはもうこれしょうがないんで、オーストラリアの場合ね、スケジュール通り進むってのはありえないんで、まあ売れてる商品は在庫切れを起こさないようにね、早め早めに補充していってください。またご質問ご報告お待ちしてます。アマゾンサポーター堀秀夫でした。